たいよ。おはよう。はい。頑張って。これあっとんかな。家で測ってあっとるか検証する。大丈夫信用しよう。信用しよう。すごっ。これはテイクアウトを待つ人の椅子。多分間隔を空けてテイクアウトを待ちましょうってことだよね。一般のお客さんが全然減ってる。おー、こうやってデリバリー待ってんだよ。テイクアウトしていけばいいんだけど怖いから家に帰ってデリバリーしよう。これ123シュシュ。今日のデリバリーです。8番カレーしてみます。カレーはチキンマサラとエビのココナッツカレー。よ、いただきます。これはエビや。ほら、うわ、うまそう。うわ、うまそう。おいしそう。うん、好きなやつ。うん、めっちゃ濃くない？なにこれ、初めて食べた味。うん、どっから来たん君、熱々やろ。このカレー取っとけるわ。全然だって余る。タイマイかけたほうがいい。確かに。一応ぐらいやってみるとね、タイマイはね、炊くっていうより茹でるらしい。だから水持ってきと、今日タイのお米ね、この1号からね、私こんぐらいまで来るけん。沸騰した。ほら、沸騰したよ。タイマーを7分、ね、てか、なんでさ混ぜ出したっけ。上がってきたもんね。ほら、お米めっちゃ見える。ほら、来た。ほら、成分なくなった。いいね。YouTube 始めたら、たっちゃんがキッチンに来るようになった。完成。偽装してない。したしたと一旦混ぜた。ちょっとやっぱ水分が多いかも。ちょっと失敗しちゃった。最初はやっぱ茹でが長すぎた。いいじゃん。お、いいじゃん。グーグーですね。くなりすぎたけど、感じ。あ、確かにピチョってる。うまい。ね。うん、でも美味しいね。あ、うまい。うん。うん。ご飯のパラパラ感あるじゃん。うん。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。
食、ごちそうさんでした。スムーズにボタン押せるようになってる。